はい、皆様こんにちは。本日の時刻表のです。ですね、時刻表のためにちょっといろいろ出てきたんですけど、滝の茶屋にまして塩屋駅が、社員の塩屋駅がございませんでした。それで代わりに JR の塩屋駅の方の時刻表にもらってきました。はい、で、最後の住まいもありまして、スマートフォンではロープウェイの方は時刻表はないです。はい、でもね、かかりにくいです、そう言われました。これが、イタヤド駅の感じです。こちらが地下鉄で、これ今まっすぐ行ってるんですけど、これがこれが山陽本線の駅ですね。はい、さあ今回はどんな広告になっているのでしょうか、見ていきましょう。こっちは大塚食品さんとは変わってないの。ではこちら側、改札機側の方どうでしょう。お、木村屋パンさんだ。うん、自己評価もらいます。はい、ありがとうございます。はい、木村屋パンさんだ。やった、久しぶりの木村屋パンさんだ。やった。じゃあこっちも、この分がね、サインを塩焼きなかったね、このタイプ。やった。この大塚職人さんに持ってるんですけど、一応ね、おらずの状態での伸びで。やった、キムライパンさん、やった。あ、実はね、持ってるやつがね、結構ね、表紙とかにひよひよに行くんで、あらっきーと思ってます。はい、今回は山陽本線、イタヤド駅の、時刻表を撮って引かせていただきました。次回はですね、出張撮影は、そこの隣のね、西大駅と、さらにその隣の、阪神電車の高速になるんですが、高速長田駅の時刻をね、撮っていきたいと思います。大丈夫です。